高山です。よろしくお願いします。なんかスタートする前までは雨降ってるし大丈夫かなって思ったんですけど、スタートしたら雨も止んで、で最初寒かったんですけど、結構もうね最初の上り坂で体が温まってきて、で会話も弾んで、なんか皆さん寒そうな感じは全くなく終始楽しく走れたかなと思います。なんか寒くない、まずウェアに着替える、なんかそういうウェアがあるだけでこれがあれば大丈夫、なんか自分のなんていうかな、鎧をつける感じ、なんか裸の状態から鎧を身につけてさあ行くぞって戦闘態勢に入る感じで、自分のウェアを味方につけるとテンションも上がるし、あとそれがすごく気に入ってるものだったり、人前に出てもなんか恥ずかしくないようなこうちょっと気に入ってるものだったりするとさらに気持ちが上がって、昨日より少しだけ多く走ってみようかなとか、ちょっとなんかこれつけてるとかっこよく見えるからいつもより都会を走ってみようかなとか、そんな気持ちにさせてもらってますね。冬ランはですね、夏に比べてかなり走りやすくって、走り始めると体の中も温まって、結構私長距離走るのは冬ですね。もうこれからが本当にオンシーズンだなっていう感じなんですけど、その本当に10代の頃からこういう仕事やってきたんですけど得意なものがなくて、それがすごいコンプレックスで、例えば今とか 今も行くんですけど、オーディションとかで得意な特技はって言わなきゃいけないんですけど特技なかったんですよ。そこですごい迷って、もっともっとこれから先人生自分が群れずに生きていくための支柱を作っていきたいなと思って、でまず最初に作ったのが音楽で、その後がランニングで、今料理なんですけど、そのプロの方とかってやっぱりその支柱がすごく強くって、それを一本にやられててめっちゃかっこいいなと思って憧れはするんですけど、もうそこ行けないなって思ったら、細い柱を人生の中で何本立てるか、私ここもここもここもできますってなった、それはそれで強みだと思うから、笑顔が得意ですっていうのも得意だと思うし、なんかこうご飯が得意ですとか何でもいいんですよ。なんかその得意なこと、自分の人生の支柱をたくさん立ててあげれば、すごく前向きに物事を取り組んでいけるのかなと思って、だから探求心は常に持っていて探しているし、次に興味があることってなんだろうっていうのも探してるし、うん、そうですね、なんか挑戦する気持ちは常に持ち続けたいですね。